稲垣久和です。東京キリスト教大学は2008年4月から福祉専攻を開講いたしました。これで3つの専攻が備わっています。神学、国際、そして福祉ですね。宣教という広い分野を考えるときに、御言葉の直接の伝道と、それからケアを人々にしていこうと、そのようなものが同時に含まれていると私は理解しています。私は伝道命令とケア命令と、そういうふうに呼んでいますけれども、ご存知のように有名なルカの福音書の10章に良きサマリア人の例えというのが出てきますね。イエス様はその例え話を語った後に、10章の37節ですけれども、このように言われます。あなたも出て行って同じようにしなさい。同じようにしなさい、これはあなたも出て行って傷ついた人たちを介護しなさい、ケアしなさい、そういう命令なんですね。私はこれをケア命令というふうに呼びました。伝道命令、そしてケア命令、この2つが宣教の柱を成している、このように捉えています。今でいう福祉、これは根本に人が人をケアする、そういうふうな行為があるんですね。それで TCU の福祉専攻では、さまざまな基礎知識としての福祉をまず学んで、そしてそれを神学的な、聖書学的な、歴史学的な、そのような内容と組み合わせて、キリスト教の福祉というカリキュラムを作っています。今私たちの社会を見ると、さまざまな福祉的なテーマがゴロゴロとありますね。生まれたばかりの子供が幼稚園に行く前に虐待を受けたりする、また学校に入っても小学校や中学校でいじめが多発する、また学校を出て働いてもさまざまな競争社会が待って、失業して挙句の果ては疲れてうつ病になって自殺する、このような人たちもたくさん出ていますね。ですから、そのような時代に私たちは隣人を愛する、イエス・キリストの教えている隣人愛の教えを身をもって実践する、そういうことが今必要なのですね。これは大きな宣教の課題です。ぜひ皆さんも ECU に入って、そして一緒にこのようなことを学び、かつ実習をして、皆さんもぜひそのような働き人として社会に立っていっていけたら素晴らしい、そのように思うのです。